んにちは、ひねちです。今日はひねちプロデュース女前イメチェン企画やりたいと思います。はい、ということでですね、普段よくストーリーとか DM とかでもそのひねちさんにコーディネート組んでほしいっていう意見とかもすごくいただいてたので、今回は普段系統の違う2名のスタッフを私流にプロデュースして女前なコーディネート組んでみたいと思います。いつもと今回ちょっとこう違う画角なんですけれども、しっかり上から下までですねコーディネート、お見せしていきたいと思います。では実際に2人のスタッフをご紹介します。はい、どうぞ。はい、ではお願いします。ページボーイのプレスアシスタントしております、三宅です。よろしくお願いします。はい、お願いします。多分今回初めてご紹介すると思うんですけれども、いつも私のアシスタントをしてくれてる三宅ちゃんです。もうね、いつもマネージャー張りの働きぶりを、はい、していただいて、いつも感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次お願いします。はい、ひねちノートの撮影と編集をしております、ゆりです。よろしくお願いします。はい、お願いします。そう、ゆりちゃんもね、初めて今回ご紹介すると思うんですが、いつもこのひねちノートを撮ってくれたり編集とかもしてくれてる、もう本当にお世話になってるゆりちゃんですね。はい、本当いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、はい、普段系統こうのような感じで割とナチュラルな、あと色とかも結構淡い、ちょっと春らしい感じの色合いが普段多いような、この2名を、実際にイメチェンしていきたいと思います。では行ってみよう。おお。はい、では実際に着替えたので出てきていただきましょう。まずは三宅ちゃんからです、どうぞ。かわいい。いや、似合うよね。本当ですか？うん、かわいい。はい、まず三宅ちゃんは身長160センチです。なのでもう私よりちょっと大きいぐらいかなと思います。で、三宅ちゃんの場合はもともと色白さんっていうのもあるし、顔のパーツとかもすごい柔らかい雰囲気持ってたりとか、あと髪型も結構ミディアムぐらいの、はい、長さっていうところが、ポイントになるので、上のトップスはベージュトーンで雰囲気残しつつ合わせました。あとは首元ですね、そのミディアムっていうのもあるので、首元はすっきりこう抜け感が出るように中をスクエアネックで合わせるようにしました。ボトムですね、こちら普段の三宅ちゃんだと結構ワントーンとか淡い色でまとめがちなんですけれども、そこをあえてブラックにすることでこうより引き締まった印象で、で、女前にちょっとモード感もあるようなコーディネートにしてみました。小物系ですね、まずバッグはやっぱりトップスが淡い色になるので、黒でちょっとこう引き締めつつもこうナチュラル感の出るようなパンチングレザーを使って、黒だけどもそこまでこう重たく見えないような、少しこう軽さの出るようなバッグを合わせつつ、足元ですね、足元はこう抜け感が出るようにブラックのボトムになるので、クリアのサンダルでこう抜け感が出るような、スタイリングにしてみました。はい、じゃあ次2人目はこちらのコーディネートです。はい、ゆりちゃんのコーディネートはこちらです。一気に雰囲気変わったよね。はい、ゆりちゃんの身長は161センチです。まあ変わんないね。そうですね、うん、そうだね。まずゆりちゃんの場合は一番特徴的なのがショートヘアですね。ショートヘアなので、もともと結構カジュアル見えするような、はい、雰囲気で着こなしができるかなと思ったので、あえてトップスをブラックにしてみました。ショートヘアなので逆にブラック持ってきてあげても重たく見えにくいっていう効果があるので、あえてのブラックを選びつつも、顔周りはちゃんと明るさとこうポイントが来るように中にボーダーのハイネックのトップスをレイヤードしてみました。こちらのパンツですね、やっぱり今季トレンドのカラーパンツをちょっとこう入れて差し色にしてみました。個人的に私自身がこうブラックにはカラー合わせっていうのを結構鉄則にしてて、まあ、私も今ちょっとこれお揃いで色違い入ってるんですけれども、まあ、こちらのこういうちょっとカラーものを合わせるときはこうブラックと合わせていただくとすごく相性がいいかなと思います。ゆりちゃんの場合は割と結構ゆったりした服装が普段多いので、まあ、あえてのこういうトップスですね、でこういうウエストマークができるような、こう1枚でもそのままキュッとこう絞ってこう華奢感が出るような
はい、トップスとして選ばせていただきました。これでしたらその急にインしたりとかだとなかなか抵抗感ある方でもトップス自体がもともとこういう風にシャーリングができるようなものだとすごい挑戦しやすいかなと思います。こちら小物系ですね。お洋服自体が結構濃いめなカラーとかあとカラーもののこういうグリーンとかが多いので逆にバッグと靴はこう明るさが出るようなホワイトだったりちょっとこういうシルバーで合わせてアクセントでバランスをとってみました。でブラックにカラーのパンツ合わせで女前なコーディネートにしてみました。はい、ということでひねちプロデュース女前イメチェン企画やってきました。はい、いやめちゃくちゃ変わったよね、うん、2人とも印象、うん、ね、はい、どうみやけちゃん、なんか普段はこういう黒いスカートとかは選ばないので、うん、なんか全然イメージが変わったなというか、うん、だからこういう服装しようかなって思いました。よかったよかった。ではゆりちゃんは、はい、普段は結構ベージュとか茶色い服が多いんですけど、うん、こういうカラーもの初めて着てみて、うん、ボトムだったら合わせやすいかなって今後やっていきたいなって思いました。はい、ありがとうございます。いや個人的に今回の企画自分自身が一番楽しいっていう。そういつも知ってるね、はい、2人をこういう風にイメチェンするっていうのがちょっと面白かったので満足でございます。すごい新鮮でした、ね、楽しかったです、ね、ね、またこういう企画ぜひ第2弾もやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ではまたバイバイ。